クールブラヒヨミザです。今回のテーマはこちらです。可愛い清楚系のハーフアップ2つをご紹介します。今回ご紹介するハーフアップはフェミニン系や甘めのファッションなどにぴったしです。このハーフアップのように三つ編みなどを組み合わせることによってファッションとヘアアレンジがかなりマッチしますので、ぜひ試してみてください。それでは解説していきます。可愛いハーフアップはツヤが命ですので、必ず根元から毛先まで粗めのブラシでこのようにブラッシングしてから始めてください。まずこの表面の髪、このような感じで丸く取ります。この大きさは多少大きくなっても小さくなっても大丈夫です。だいたいこれぐらいなイメージですね。正面の髪を、表面の髪を丸く取りまして、角度を下げてクルリンパします。このクルリンパのポイントなんですけど、ゴムは少しきつめに留めて少しだけ空間を空けます。ここですね、ここに空間を空けることで真ん中割れがしづらくなったり膨らみにくくなります。で、この毛束を通す技法なんですけど、この広げるときは最小限でもこれぐらいでいいですね。で、毛束を通します。こうすることで膨らみがこれも最小限になります。で、ぐっと角度を下げて引き上げます。角度を上げないのも重要なポイントです。次にこのクルリンパほぐしていきます。このゴムのところを押さえてぐっとほぐしていきます。で、間隔を空けながら引き出していきます。ほぐすところとほぐさないところ、こういった感じですね。隙間を空ける感じです。で、このここは後頭部なので一番ボリュームを出してください。こんな感じですね。少しずつ少しずつ引き出しながらバランスを取っていきます。で、この真ん中のところですね、どうしても分かれてしまう場合はこの左側を右側に引き出します。このような感じですね。で、逆も右側を左に引き出します。こうするとある程度は真ん中割れも隠れていきます。次に前髪と奥で毛をこのように残します。適量残しまして、耳後ろから前の髪ですねを分け取ります。で、このような感じでハーフアップしていきますので、ここの斜め後ろの角度に沿わしながら三つ編みしていきます。こんな感じですね。この時にこのような感じで膨らましてすると顔周りが膨れますので、必ず編み始め、もう編み込みじゃなくて三つ編みでもいいので、ちょっとこうぐーっと寄せながら鏡で確認して根元に寄せながらすることで顔周りの膨らみを防ぎます。顔周りがどうしてもタイトになってしまって嫌な方も後からほぐせますので、必ず最初はタイトめにしてからほぐすようにしてください。こんな感じですね。沿わしながら三つ編みします。で、三つ編みはきつくなる、どうしても編み進めていくときつくなる特性がありますので、このように途中でほぐしておくとバランスが取りやすいですね。ここのほぐしも一緒ですね。ほぐすところとほぐさないところを空間を作ることによってナチュラルにバランスが良くなってラフ感も出ます。三つ編みはいろんな方向から上も下も全部ほぐしていきます。これを逆側もしまして止めるんですけど、ある程度できましたら毛先まで編まなくても、毛先はゴムで留めて外しますので、ある程度で大丈夫です。このような感じですね。で、逆側も三つ編みして一緒にゴムで留めますので、これぐらいで一旦クリップで留めて逆側を三つ編みしてください。逆側も同じく前髪と後れ毛をお好みで残しまして、角度はこういった感じですね。斜め後ろに沿わしながら、根元に沿わしながら、頭皮の方向に沿わしながら最初は三つ編みします。編み始めもこれぐらいの位置ですね。この耳後ろぐらいからの位置から編み始めることによって膨らみを防ぎます。で、途中まで行きましたらほぐします。で、三つ編みはきつめに編んで大きくほぐすと可愛いので覚えておいてください。きつめに最初編んでおいてほぐすって感じですね。で、ここもタイトにしておいてからラフ感を出すと大きくなりすぎずに自然な
束感が出ます。タイトに編んで大きくほぐすですね。それが可愛くなるポイントです。で進んでいきます。である程度できましたら、先ほどの三つ編みですね、これと一緒にこのくるりんぱの下ですね、ちょうどこの下の位置でゴムで留めます。この時に髪が多い方とか滑りやすい方ですね、細くて滑りやすい方は三つ編みが緩まないように早めにきつめにゴム留めをしてください。でゴムも髪の色と一緒か髪の色より明るい色がおすすめです。あとでヘアアクセをつけるんですけど、どうしてもヘアアクセつけても横から見えてしまったりしますので、ゴムの色も注意しながら選んでください。次に毛先を巻いていきます。で巻きが苦手な方は、まあ、ストレートとか、まあ、これぐらいワンカールかちょっと S カールぐらいですね、これぐらいつけていただいただけでも全然十分可愛いので、ぜひ実践してください。よりストレートよりかは毛先にカールがあった方が柔らかい雰囲気になりますので、特に大切な日などは少し毛先を巻くようにしていただくと、よりクオリティが上がると思います。まずこのように毛先を巻いていきます。でよりエアリー感を出す方法なんですけど、このように毛先を S カールぐらい巻いた後に、この表面の髪ですね、これを少し細めに取りまして、強く巻きます。で毛先はもう巻き込んでますので、あまりそこまで巻かなくても大丈夫です。でこのような感じで細めに取ります。これは今回リバース巻きを表面の方はしてるんですけど、どちらでも大丈夫です。フォワード巻き、内巻きでも大丈夫です。こっち巻いてないんですけど、こんな感じでこっち側は巻いてるんですけど、こんな感じで立体感が出ます。ポイントは細めに巻くことですね。細めに根元までふわっと巻くことですね。で巻いた後はこのように少しほぐしていただくと、より柔らかい質感になります。続きまして、遅れ毛と前髪いきます。今回前髪が長い方ですので、ウィッグですので、少し遅れ毛はないんですけど、遅れ毛のある方は、前髪があって遅れ毛がある方はこのような巻きをしてください。少し後ろのカールよりも弱め、これくらいな雰囲気ですね、がおすすめです。前から見るとこのような感じですね。でこっち側がヘビーサイドといって髪の毛が多いので、こういう場合はいっぺんに巻かずに2つに分けます。でこめかみのところは根元まで巻くと膨らみますので、必ず下げます。下げて巻く、角度は下げます。でこれも一緒でほぐしますね。で少し先ほどのも取りながら、巻いた毛束をもらいながらしていきます。こんな感じですね。でどうしてもこのトップにボリュームが欲しい方は、ここも全部巻かずに薄く取ります。細く取って少し根元まで巻きます。でこの細い毛束ですので、このここのこめかみのところは角度を上げてませんので、トップにこの生え際のところはふんわりしながら、こめかみのところはコンパクトに収まって小顔効果がアップします。では最後にリボンのヘアカフをつけていきます。ヘアカフはすごい便利なアイテムで、この裏の金具ですね、この金具をこのゴムに差し込むだけで OK です。別名であのポニーフックとも呼びます。ゴムに差し込むだけで OK です。で最後にバランスを取っていきます。やっぱり可愛いハーフアップですので、三つ編みとはこのリボン系が相性いいと思います。それでは一周ぐるっと回っていきます。横に三つ編みがあって可愛いハーフアップになります。今回前髪が長いんですけど、前髪が短くてもすごいより可愛くなりますので、ぜひ試してみてください。それでは二つ目のハーフアップいきます。まず先ほどと同じぐらいのところですね、より少しだけ広めでも大丈夫です。このように丸く取ります。でこの表面の髪ですね、これを角度を下げて三つ編みしていきます。
編み込みじゃなくてもいいので簡単です。こういった感じですね。角度を下げて三つ編みします。で、この三つ編みも最初はきつめに編んで大きくほぐした方がいいので、このように少しツヤが出るようにきつめに編んでいきます。で、これぐらい編んだらほぐしにくくなりますので、最初にほぐしておきます。途中でほぐしておきます。この毛束を引っ張る力を徐々に弱くしていくんですね。そうするとこの外側に行くに従って毛束が薄くなりますので、シルエットが大きくならずにラフ感や柔らかい質感が出ます。最初にシルエットを大きくしておくと、ほぐすとさらに大きくなりますので、シルエットは少しタイトめに作って大きくほぐすのが可愛くなるポイントです。進んでいきます。で、毛先は少し残っても可愛いので、もうこれぐらいにしておきます。で、ほぐしましたらこの毛先ですね、編み込みの三つ編みの終わりのところをゴムで留めます。三つ編みですのであまり緩くはならないんですけど、このように素早くゴムで留めることによって、せっかく編んで切れくなったシルエットを崩れないようにします。こんな感じですね。で、次にこの横の髪、前の髪をまとめていきます。で、同じように遅れ毛をと前髪を取りましたら、これぐらいですね。下ら辺は少し残しても可愛いです。フォーマルなイメージが好まれるときはもう全部まとめてもいいんですけど、今回は少しだけわざと下の髪をこのようにラフ感が欲しいので残しておきます。で、このように手ぐしていいので軽くだけねじります。で、逆側も同じように取りまして、この三つ編みのこのここですね、真上ここでくるりんぱします。このくるりんぱする時の注意点は角度ですね。必ず角度を斜め後ろ、気持ち下げてください。結構セルフでするとどうしても腕が疲れて上がりやすいので注意してください。で、ゴムはきつめにして、もうこの穴は広げなくていいです。もうこのまま毛束を通します。で、ギューッとします。で、この毛先ですね、この毛先は三つ編みの中に通します。ここから通しますね。ここ通します。で、通しましたらこうですね。で、どうしても不安な場合はこの毛先とこの三つ編みをピンとかで留めてもいいんですけど、この裏ですね、裏でピンで留めても大丈夫です。続きまして、このクリンパのねじれですね、ここをほぐしていきます。で、この時もこのゴムのところを押さえて角度を下げてほぐしていきます。で、間隔を空けながらほぐしますね。ほぐすところとほぐさないところ。で、この隙間とかもどうしても空く方はここも少しクリンパの方にぐっと引き寄せる感じでほぐすと隙間が隠れます。で、鉢のところは押さえて後頭部は出すっていうイメージですね。放射線状にほぐすと綺麗なシルエットになります。顔周りはこういう感じですね。顔周りは真横に引き出すと膨らみますので、少し下げながら前にずっと引き出す感じですね。こういう前に引き出すことによってこのこめかみのところの隙間も綺麗に隠れます。で、このヘアアレンジも少し毛先を巻いた方が可愛いんですけど、先ほどの巻きとほとんど一緒ですので割愛させていただきます。ワンカール、Sカールプラスこの表面少し巻くとより華やかになります。で、ヘアアクセなんですけど、まあ、この辺に大きめのつけてもいいんですけど、一番やっぱりこのゴムですね、ここを隠すと一番可愛くなりますので、このような感じのヘアアクセ、クリップタイプであったりとかピンとかですね、少し小さめのヘアアクセがおすすめです。大きめのバレットなどよりかはこのような小さいヘアアクセがおすすめです。で、今回のカフですね、このゴムのところに刺していきます。こういった感じですね。それでは巻き終わりましたので、一周ぐるっと回っていきます。これがサイドのシルエットですね。ここの隙間ですね、ここの隙間が開かないように注意してください。
今回以上になります。皆さんがいつもしているハーフアップでもこのように三つ編みを入れたりとか、表面をエアリーに巻いてスタイリング剤を少し薄めにつけたりとか、そういった工夫でこのように可愛いハーフアップがいろいろできますので、ぜひ皆さん試してみてください。今回もありがとうございました。